クリフ・バートン、クリフォードリー、クリフ・バートン、クリフォードリー・クリフ・バートン、1962年2月10日から1986年9月27日は、アメリカ合衆国カルフォルニア州出身のベーシスト、メタリカの初期メンバーとして知られる。1982年から彼が、交通事故で亡くなる1986年まで、同バンドに在籍した。 特に名器がない限りカクリフと表記する。幼い頃死別した兄から手ほどきを受けたのが音楽を志す契機となった。メタリカ加入以前は後にフェイスのモアに加入するジム・マーティンだと EZ ストリートというバンドでジャムを栗下とトラウマというローカルバンドで本格的な活動をしていた。1982年メタリカに加入。 脱退したベーシストのロン・マクガブニーに変わる形だが、メンバーのジェームズ・ヘッドフィールドは、ある時、ラーズと酒を飲んでいたらとんでもないソロが聞こえてきたんだ。見たら、ベーシストが一人で弾きまくっていてね、ベースの音だとは信じられなかった。俺はすぐに、変人ベーシスト・クリフをバンドに誘ったよと語っており、バンドはクリフを加入させるためにロンを追い出したと見る、こともできる。なお、 当時のメタリカの活動拠点はロサンゼルスであったが、バンドに誘われたクリフはすぐには昇格せず、最終的に君たちがフリスコ、サンフランシスコへ来てくれるならいいよという趣旨を告げる。バンドは当時ロサンゼルスよりもスラッシュメタルが没興しつつあったサンフランシスコのシーンでより好意的に受け入れられていたこともあり、クリフの陽気を飲む形で活動拠点を移した。 バンドはそれ以降、現在に至るまでサンフランシスコを拠点としている。初期、メタリカの音楽性に大きな影響を与えたコンポーザーであり、その影響は、クリフの加入以前に収録曲の大半が作曲された、ファーストアルバムと、セカンド、サードアルバムを聴き比べればわかる通り、勢い重視でともすれば一本上手だったサウンドに、叙情的なニュアンスやプログレッシブな構成日を、 導入させた。このセカンドサードをメタリカの最高傑作とするファンは多い。その背景には音楽スクールでクラシック音楽、特にバロック音楽を学んだことなどが関係していると思われる。それを裏付けるようにラーズールリッヒはクリフ在籍時のエピソードとして彼はメロディに関して非常に熱心に語っていた。クリフはサードアルバムで 少々クラシカルな作曲をしたんだと振り返っていた。ベーシストとしての実力は高く、また曲によってはベースでリードを取ったりと革新的なプレイは非常に有名。彼はベーシストとして全く珍しくない指引きスタイルではあるが BBM 値の速い曲を意図も簡単にツーフィンガー奏法で弾くことができた。その特徴的かつ ベースギターを自由自在に操るプレイスタイルからベースのジミ・ヘンドリックスと呼称された。以上のようなことから他のメンバーからも一目を置かれる存在で初期のライブにおいて視覚的なパフォーマンスなどはほとんどクリフに任せていたと言われる。そのメンバーとの関係も大変よく彼が参加したメタリカのスタジオアルバム一作につき必ずベースが主体となる曲が一曲は収録されていた。 クリフと同じく後からバンドに加入したカークハメットは、俺もクリフのように尊敬されたかったと語っている。また、ファッションの面でも特徴的で、当時の流行とは、正反対と言って良いデニムジャケットや、ベルボトムジーンズを好んで着用しており、影響を受けたミュージシャンは多い。ミスフィッツなどのバンド T シャツを愛用していたことから、パンクロックからの影響も伺える。 1986年人気を不動のものにしつつあったメタリカはヨーロッパツアーでスウェーデンを訪れたそのツアーでの移動中の9月27日早朝就寝中のメタリカのメンバー及びクルーを乗せたツアー用のバスが路面凍結でスリップし横転その際クリフは窓から投げ出されバスの下敷きとなり即死したクリフを失ったバンドメンバーは 落ち込むが、彼のためにも活動を存続することを決意、新しいベーシスト探しを始める。だが、クリフのプレイは他人にはコピーできないほど、特徴的かつワグレッシブであったため、何人もの候補者を当たる必要があった。結果、元フロットサムジェットサムでベースをプレイしていた、ジェイソン・ニューステッドが加入するとなったが、ジェイソンの演奏スタイルは、ピック双方のみであり、クリフとは、 正反対といって良いタイプである。1987年、メタリカは、クリフ・ M ・オールと名付けられたビデオをリリース。クリフのプライベートフッテージやライブでのベースソロなどが多数収録されている。2009年、メタリカがロックの殿堂入りを果たした際、クリフも含めた形での受賞となり、父親のレイバートンがスピーチを行った。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。